皆様こんにちは。このビデオはバンジョーの調整作業の紹介です。ブリッジ位置の調整、ヘッドのテンションの調整、最後にネックの角度の調整、この3つの作業です。テゲテゲニマイローの編集長です。ご視聴ありがとうございます。ヘッド交換などを行った時はもちろん、日頃のメンテナンスであれと思った時に役に立つ内容になっていると思います。ご興味いただけましたらぜひご覧ください。はい、それでは、ブリッジの位置決めを始めます。こちらブリッジですね。このブリッジの位置を前後左右どこにセッティングするかということになります。用意しますのはスケール、電子チューナー、鉛筆、この3点です。1番目の弦と4番目の弦を張っています。全ての弦を張ってしまうとブリッジの移動に非常に、操作がしにくくなります。スムーズに最適な位置をするために5弦張ってしまうとやっぱりやりにくいですね。で、この状態で、調整を弦のチューニングをしています。はい、こういう形ですね。はじめに大事なことは、このブリッジの基本の位置をどこにするかということになります。バンジョーの場合はネックの先頭のこの端からですね、この12フレットまでの長さ、この長さの同じ長さを取ったところにブリッジの位置が決まってきます。図解の方をご覧ください。それでは、実際に測定から始めます。はい、ここの角からですね、この12フレットの内からになりますね。はい、334ミリですね。ということでちょっと変えてみましょうかね。68mm で、ね、実際に調整しましょう。68に、1弦を合わせました。はい、次は4弦ですね。667ですね。1弦は移動せずに、これで、基本の位置が決まりました。668、ともに 668mm のところにブリッジが今決まりました。
ここからは電子チューナーの出番です。電子チューナーをテールピースにセットしています。調弦してみます。1弦目の調整、ここの位置ですね。この調整をしたいんですが、ここで12フレットを押さえて音程を測ります。少しだけ高い、ほんのちょっと高いですね。高いということはこの位置をもう少し後ろに下げるということになります。下げてみます。ここは動かさずに1弦のところだけ、これでどうでしょう。まずは G から、高い方から12フレット目。まだちょっと高い、ちょっと高いですね。はい、これでどうでしょう。まずは開放弦から12フレット。あ、大丈夫ですね。はい、じゃあ次、第4弦の方のこの位置を、こちら側の面をどの位置にするかですね。同じようなやり方になります。まずは開放弦、ちょっとずれましたね。はい、次12フレット、もう一度見てみます。いい感じですね。この位置が、最終調整になりました。これで、鉛筆の方で印をしておきましょう。はい、こういうことになりましたね。少しこの、太い方の方が上に上がって、1弦の方がちょっと下がってると、こういう形です。はい、それでは今回張り替えたこのヘッドのチューニングをしたいと思います。バンジョーヘッドを G シャープの音程に、チューニングするということになります。このヘッドのチューニングするにあたっては、専用の工具、こういったものですね。専用のこのテンションメーターみたいなものですね。これを、見ながら調整するという方法もありますけども、今回は電子チューナーと T レンチと鉛筆、この3つで進めていきたいと思います。
現状このバンジョは弦が全て張っています。チューニングも G のチューニングされています。で、このヘッドの G シャープの音をどこかと言いますと、ここですね。これが G シャープの音になります。チューナーを取り付けてみます。 G シャープ、はい、ここですね。この G シャープの音にこのヘッドのテンションを調整して上げていきます。で、現在どんな音かと言いますと、弦を押さえて音の出ない状態にして叩いてみます。聞き取れますでしょうか。 G シャープよりはちょっと低い状態です。じゃあテンションの調整をしてみましょう。まずは聴いていただきますね。これが G シャープ、はい、叩いてみましょう。もう一度聴いてみましょう。だいぶ近づいてきました。もう一度調整が必要なようですね。さあ、また音程を再度。だいぶ音変わってますね。はい、それではまた6フレット目で G シャープを聴きましょう。叩いてみましょう。はい、来ましたね。はい、まあ、ほぼ G シャープというところで、まあ、こんなところで調整を終わりたいと思います。はい、今からネックの調整についてご紹介します。
弦張り替えた後にご覧の通り音がビビっています。はい、ここで調整が必要となるのが、はい、コーディネーターロッドになります。この長い方ですね、こちらのロッドの調整を行います。まずロッドがしっかりとここで止まっていることを確認します。次にこちらナットを締めていきます。ここでこう張っていくわけですね。張っていきますとロッドが起きてきます。はい、再度弾いてみます。はい、以上です。レモンオイルによる指板のメンテナンスをします。今回使用しますのはフェルナンデス社のレモンオイルになります。まずは軽く振っていただいて、こちらウエスで汚れを取る感じで全体を拭き取っていきます。今回弦を張り替えたタイミングで行っておりますけども、例えば冬1月12月乾燥する季節に一度やっていきたいメンテナンスになります。このバンジョーは45年経っておりますので、ネックがそう乾燥してるってわけじゃないんですが、汚れを取るためにもこの機械にやっておきたいと思います。オイルにはオレンジオイルというのもあります。オレンジですね。今回は、比較的サラッとしたこのレモンオイルを使っております。いかがだったでしょうか。バンジョーは西洋の弦楽器などに比べ歴史は浅い、比較的新しい楽器と思いますが、その完成度は非常に高く、日頃のメンテナンスやカスタマイズが容易にできるよう用意されていると感じました。そしてそんなニーズにメーカーが応じていることにも感謝です。さすが USA です。このビデオは
調整作業の紹介でした。別のビデオで分解、メッキ、組み立てを紹介させていただいています。 URL は概要説明欄に載せていますので、よかったらご覧ください。ではまたお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。